もう普通に練習に間に合いそうな時間帯だったんで来たってだけです。もうあんま覚えてないですけど、始まるまでが結構長く感じたりっていうのもありました、ね、アウェイはどこも慣れない環境だと思うんで、そこは、まあ、いろんなチームでプレーしてる選手がいますし、それぞれどこのチームでもアウェイの戦いっていうのはあると思うんで、別に新しいことじゃないですし、まあ、そういう日頃からの経験がしっかり初戦の勝利という形になったのかなと思います。はい、自分が、まあ、今スペインにいるんですけど、スペインなんかにもリアルタイムで放送されているくらい盛り上がりがすごいと思いますし、まあ、バレーなんかも、まあ、いろんなスポーツが流れてやってて、まあ、ラグビーは自分の、まあ、知り合いにもラグビーやってる人がいるんで、まあ、そういった意味でも非常にまあ、好きなスポーツというか、時間があれば見たりもしましたし、まあ、非常にサッカーだけでなくいろんな競技が盛り上がれることが日本のスポーツの発展につながるかなと。まあ今次の試合もワールドカップの予選ですけど、ワールドカップに行くためのものなので、まずはそこにしっかり集中して、別に何も日本が出場することが決まっただけじゃないので、ラグビーやバレーボールとは違ってまだサッカーは出場権獲得できてないんで、そこに集中できればいいかなと。ホームでたくさんの方が見に来られると思いますし、まあ、テレビで観戦される方もいると思いますので、まあ、その方々に自分たちがいいプレーを見せて、サッカーも楽しいなと思ってもらえたらいいかなと思います。自分たち初戦しっかり勝ってるんで、そのままの勢いで、まあ、ホームですし、多少のアドバンテージもあるかと思うので、それをしっかり活かして、序盤から主導権を握りながら戦えればいいのかなと。まず、野澤選手なんかは、自分も多少関わりがあって、一緒にプレーする機会もある中で、まあ、去年くらいからアンダージュナルのワールドカップに出たいという話を、真面目にしていたことがあって、まあ、それで今回、メンバーに入っているのを見たときに、まあ、非常に自分も嬉しく思いましたし。まあ個人的には彼を応援してるんで、まあ、しっかり活躍してもらえればなと思いますし、まあ、西川選手もまあ、アンダー17のワールドカップがどうとか言うつもりはないですけど、トップレベルの選手だと思うんで、しっかり活躍できると思いますし、まあ、自分たちは1回戦で BK で負けてしまってるんで、まあ、それよりも高い順位にはいけるチームだと思ってるんで、まあ、結果を楽しみに待ってるって感じですね。まあ、ちょっと記録でちょっと、まあ、面倒くさいところもあるんで、早く決めれるなと、まあ、話題もなくなっていいかなと思いますね。